実家がすぐ近くにあったという唐沢敏明とウエンツエイジが、箕輪の商店街をぶらり、地元の方たちの歓迎を受けながら、幼少期の思い出を語る。箕輪駅で小雪と合流し、都電荒川線に乗車。車内では、小雪が夫婦生活を暴露。それを聞いた唐沢が、まさかの暴言を吐く。町屋駅前で降りた一行は、 名物おしるこ焼きをいただくさらに高田の馬場では超激辛の朝らつゆに挑戦。京様誠ちゃんは岡山市へ民家にしか見えない幻のうどん屋さんを探す。